ブンブン、ハロー YouTube、 どうもサルです。今回は日本時間の9月11日早朝に開催される Apple の iPhone 発表会にて、同時に忘れ物防止タグが発表されるのではという情報が出ていますのでご紹介したいと思います。そもそもこの噂は8月頃から出始めていた噂で、最新の iOS である iOS13 の内部情報の中にこの忘れ物防止タグの情報が入っていたというのが噂の発端となっています。そもそもこの忘れ物防止タグというのはどういうものかというと、現在 Apple 以外のメーカーから販売されているものは、外見はキーホルダーのようなデザインとなっており、鍵など忘れやすい小物につけておき、それがどこに行ったかわからなくなった場合、スマホなどから操作してその場所を表示するというものになります。主に使われている技術としては GPS などが使われていますが、今回 Apple から発表されると噂されている忘れ物タグは、それ以外の技術もいくつか搭載されているようです。エンガジェットという IT 系のサイトによると、 iPhone の忘れ物タグには UWB という新しい技術が使われているとのことです。これは簡単に言うと屋内版の GPS といった感じで、本来 GPS というのは衛星からの電波が届く場所、要は屋外でしか使えなかったんですが、 Apple の忘れ物タグには UWB が搭載されているため、屋内であってもそのタグの位置を正確に知ることができるというものになっています。この UWB は単に屋内で使えるだけではなく、精度もかなり高いようで、 GPS では数メートルの誤差は当たり前なのに対し、この UWB では誤差が5から10センチ程度となっているようです。ですので特に小物を紛失した場合など、その小物がソファーの上にあるのか机の上にあるかなど、特に屋内で探し物をする際などはとても便利なタグになりそうです。もしちょうど今何か忘れ物タグの購入を検討しようとしている方は、9月11日の Apple の発表を待って、どういったものが Apple から発表されるか見た上で購入するかどうか検討するのもいいかと思います。ということで今回は Apple から発表されると言われている忘れ物タグについてご紹介しました。また何か最新情報が出てきましたら別の動画にてご紹介したいと思います。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。